おはようございます。今週も1週間よろしくお願いいたします。今日は月曜日の朝8時2分に収録しています。今日はですね、いつもの米国株のナスダック100だけじゃなくてですね、やっぱりね、関連性があると、言われるこのね、ドル円だったりとか為替ね、とか日経平均もですね、ちょっと、見ていこうかなというふうに思っています。いかんせんね、日経平均とかドル円っていうのはね、チャートの分析がまだまだナスダックとかと比べて浅いです。浅いながらもですね、私が今見て、素人ながらにね、見てこう思うというところを、個人の見解を述べさせていただきますので、参考にしていただくのかね、スルーしていただくのかということで、こういったね、ナスダック100以外の関連銘柄、関連してるのかどうか分かんないけど、為替はね、このドル円は関連してると思うんですけどね。はい、こういった発信をですね、ぜひ期待される方はね、米国株だけじゃないんだよということで、ぜひね、今後もご視聴いただけると幸いです。それではね、まずね、これ今ナスダックなんですけど、ドル円見ていきましょうか。ドル円は昨日動画を1本アップしましたんで、そちらの方を、詳しくはね、ご覧いただけたらと思います。で、週が明けましたからのですね、今ね、続落してるんですよね。これってすごく印象悪くないですか。でね、もう一回振り返るとですね、2023年からの上昇トレンドライン、これをですね、8月の初旬に割ったんですよ。割って8月の5日にね、ボトムをつけて、でそこから這い上がってきてると。このボトム読むのはなかなか難しかったんですけど、今こうやって反発しているということですね。で、反発の天井ピークっていうのは比較的読みやすいと。なんでかっていうと、この割れた2023年からの上昇トレンドラインのバックテストという意味合いでね、ここが意識されて、ね、この割れたトレンドラインの上には行かせませんよ的な、そういう売りの圧力が働いて、で今落ちていると。非常にね、素直なチャートかなって思います。で、この後の展開なんですけど、先週の金曜日にですね、こういった下降トレンドライン、これね、シンプルにこことここを結んだ黄色と白、2つバージョン引けるんですけど、この下降トレンドラインの白とか黄色でヒゲ先を残して今反落してるんですね。で、直近の高値安値の 61.8 を割り込んで、でさらにね、週明け今ね、4時間足レベルで続落してるんですね。で、こうなってくるとですね、ちょっと怪しいですよね。 61.8 すら普通に割っていくっていうことなんで、一旦は反発したんだけど、その上昇反発っていうのは長続きせず、でその後ね、再度この先週つけた安値を割ってると。で、まだ続落してると、はい、で、こうなってくるとね、この辺りでこういったところで、まだまだね、反発しうる箇所っていうのがありまして、どこで反発してもね、別におかしくないんですね。安値切り上げのダブルボトムみたいな形で上がっていくっていうシナリオも書けますしね。で、最終的にこの安値を割るかどうかっていうところになるじゃないですか。ね、この安値を割れたらね、じゃあもう確定的に、テクニカル的にも確定的に、週足の下落波動継続ということで、そこから大きく下落していくのかって言ったら、そうでもないんですよね。それは何でかっていうと、この白いラインです。この白いライン何かっていうと、ちょっと引いてみますね。これはですね、2021年からのさらにね、長期のトレンドラインになります。月足レベルで結ぶことのできるこういったところですね。これ見えます？私が邪魔で見えないかな。こういったところ、2021年からこれ、ここね、これ今ね、日足なんですけど、月足で結ぶとすごく分かりやすいです。一本の最終防衛ライン的なものがありまして、この白いラインが、そうですね、140円ぐらいなんですよ。ですので、先日私はね、この140円を実体で割れると、長期のトレンドが転換すると、長期的に、中期的になんか分かんないけど、そこそこね、下落が進行していきやすいと、続いていきやすいと、はい、いうことですね。で、そこはまだね、割っていない状況なんですね。はい、トレンド把握で言うとですね、こういったところに月足の押し安値がありますんで、はい、ここ目印ですね。こういったところとともに、この白い2021年からの上昇トレンドライン、これを割ってしまうとですね、やっぱりもうしばらく下げっていうのは継続するんだよと。ここにまではまだ至ってないんですよ。ね、まだ至ってないと。はい。で、さらに言うとね、今月のね、8月5日につけて安値、ここも割っていないですから、今ちょっとね、かなり弱気ですよね。ですので、まずはここ割るのかどうか。じゃあ割ったら下っていうわけじゃなくてですね、割ってすぐのところにこういう2021年からの上昇トレンドライン、さらにね、深いトレンドライン、この黄色だけじゃなくてね、さらに深い
数年、まあ、3年間がかりぐらいの上昇の、まあ、防衛ラインがありますよと。だからこういったところで、まあ、反発しやすいと思うんですね、はい、ですので目先ですね140円ちょい上あたりにこのトレンドラインがありますから、ここで跳ね返るようだったら、まあ、ここが買い場になるのかなって。で逆に言うとですね、ここの中間ゾーン、ここはフィボナッチ 78.6 とか安値寸止めとか、どこでね反発してもおかしくないっていうところでもありますんで、はい、ある意味、まあ、ターゲットが明確なのはここの安値だったりとか、こういうトレンドラインになります、はい、ですので、まあ、目先ですね、まあ、買い場、安いところで買いたいっていうんであれば、まあ、この140、まあ、どこで到達するかによるんですけど 140.6 とかね、はい、こういう一本の線を結んでいただくと分かりやすいかと思います。これがねドル円の短期的な買い場なのかなっていうふうに思います。今下落中なんでね、はい、ある程度引き継げて待って、でこういったところで跳ね返るようだったら、そこでね、まあ、買いを検討するという形になるかと思います。これがドル円です。で次、日経平均ですね。日経平均はですね、まあ、大きな暴落がね月初にありましたよね。でこの時のね日足のジグザグの戻り高値っていうのがありまして、これが 39,275円かな、円、はい、となります。この戻り高値を未だ上抜けてないんですよ。ただですね、週足のレベルでこういうジグザグを見た時に、この週足の下げのズドン、まあ今これ見てるのは日足なんですけど、はい、このズドンに対して 61.8 ちょい上あたりで今推移してるんですね、はい、でまあ、今朝もですねちょっとやっぱり、ドル円とともに米株とともにちょっと弱気になっているということですね。まだ、週明け始まったばかりなんでね、ここからいろんな変化があるんでしょうけど、はい、で現在言えるのは、まあ、この週足の下げに対して 61.8 のちょい上に来てるということなんですね、はい、ですのでまずね上目線になるためには戻り高値であるこの 39,275 円、ここを上抜かないと、まあ、ちょっとね上は見れないかなっていうことですね、はい、ですので週明けですね、こういったところ、まあ、月なり火なりね、戻り高値を上抜けたってなってくるとですね、まあ、そこからのまた波動形成があるかもしれませんが、まあ、上を若干見れるかなっていう形になります。そこまでまだ上り詰めてないんで、はい、ですのでここからのもし反落っていうのがあった時に、じゃあ下がってきたらどこが買い場なのっていう話なんですけど、まあ、シンプルに言うとですね、この辺りかなって思います、はい、ここ、これもねトレンドラインなんですよ。このトレンドライン何かっていうとですね、ちょっと引いてみますと、私が邪魔で見えないかな、見えます、見にくいかな、私ちょっと消そうか、はい、ちょっと消しますね、邪魔だからね、はい、こういう、トレンドラインがあります。これいつからのトレンドラインかっていうと、もうちょっとね、あいやいやここからか、2023年、いやごめんなさい、2023年のトレンドライン一回割れたんですね。割れてからまた上昇して、あそうだやっぱそうだすいません、あんまチャート見てないんでね2023年の3月につけた安値であったりとか、あと、昨年のね10月の末につけた安値、この2点を結んだトレンドラインというのがあって、8月の月初の暴落でここをね一気に割ったんですよ。割ったんだけどまたね上にこうやって持ち直してるんですね、はい、持ち直してるんで、この後押しが入るとしたらこういったところで反発しやすいかなって。再びこの白いラインが意識されて上昇するのか、一番いい形はですね、戻り高値を、日足のこういう戻り高値を上抜いてからこういったところを試して、でこういう3波みたいな形でジグザグのね上昇下落上昇みたいな形、こういう形を描いてくれれば、まあ、上を見やすいんですけど、はい、でこの反発ポイントっていうのも非常に分かりやすいなっていうところになるんですけど、まあまだねちょっと大きく下げてないんで何とも言えないんですけど、今ここで買っていいのかって言ったら、戻り高値を上抜いてないんで、まだちょっとね、はい、買い目線には個人的にはなれないかなって、はい、いうふうに思います。はい、ですので、まあ、ドル円とともにですね、為替の動きとともに、まあ、買い場を探っていく展開になるかと思うんですけど、まあ、もし下がってきたらどこで買うのって、下がってきたらすぐ下目線になってね売りだっていうんじゃなくて、こういったところにサポートラインが控えてるんだよっていうことですね、はい、このあたりを意識しながら、まあ見ていくしかないかなっていうふうに思います、はい、これが日経平均です。すごく雑で申し訳ありません。本当トレンドラインとかね、まあ、こういう水平ラインとか、まあ、そういう観点でしか、まあ、ちょっと今見れてないんですけど、はい、まあ、もうちょっとですね日を追ってじっくり見ていったらですね、また細かい話もしていけるかなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。で最後にですね、ナスダックですね。ナスダック今どうなってるのかな。今 19,672 ポイントですね。
はい、これ今1時間足でかなり細かく見ています。でナスダックについてはですね、これ1時間足で8月5日につけた安値があります。はい、とあとここ8月8日につけた安値があります。でそうん合ってるこれ、ああ結び方が違ってる、こうですね、はい、2点をね結びました。ん合ってる合ってるこれ、いやちょっと違ってるね、ちょっと待って、バグってるねこれ、はい、5分にして1時間、え、ああ結び方が違うんだ、マグネットがちゃんと機能してなかった、はい、うん、この安値2点を結びます。で延長するとですね、ここご覧ください、ちょっと丸付けましょうか、ここです、ここで、はい、ここですね、これが先週のジャクソンホール会議後に下落したじゃないですか、でその時に買われたサポートラインになるんですね、はい、しっかりねテクニカルが効いてるんですよ。これはあくまで1時間足のロウソク足で表示した時に引けるトレンドライン、はい、に反応して、まあ、買われていると、はい、いうことですね、はい、ですので、まあ、1時間足レベルではサポートを果たしましたということですね。ですので、まあ、今日の日中の展開次第ではですね、まあ、日中また上げていってもまた下げがあってって、まあ、ジグザグ分かんないですけど、まあ、そういう展開があった時にここね、再度この1時間足でサポートで反発するのかどうかっていうところ、まあ、このあたりがチェックポイントであり、ある意味ね買い場探りであれば、まあ、そういったところかなっていうふうに思います。これが1点目。であと4時間足にしてみてください。4時間足にするとですね、別のまた見え方となるんですね。はい、4時間足にして見えますかね、この安値2点を結びます。で延長します。するとどうでしょう、先週のジャクソンホール会議後の押しがあったんですけど、下げがあったんですけど、その時にね4時間足レベルのトレンドラインって触れましたか。これね全く触れてないっていうのがこのヒゲ下げ見ても分かりますよね。隙間開けてますよね。ですのでこういう4時間足で表示した時のトレンドラインに触れた時に反発する可能性もありますので、はい、ですので、まあ、今はですね日足のサポートラインというよりもまだ遠いんでね、1時間と4時間足の線両方見ていただいて、どっちで反応するかというのは分かりません。まあ、ちなみに、まあ、先週起きたことは1時間足レベルのサポートラインでは反応しましたと、反発して上昇しましたと。じゃあ4時間足どうなのって言ったら、まだ1回も触れていません、ね、じゃあ触れた時に反応するのかどうか、うん、で、まあ、1時間足レベルとか、こう4時間足をもし割ってった時はどういう目線になるのか。まあ、これでおのずとですね、まあ、短期的なトレードの立ち回り、買い場探りっていうのは見えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。よろしいでしょうか。はい。そんなわけでですね、まあ、ナスダックについてはシンプルにね、一本の線で解説させていただきましたが、じゃあね、この後どの辺まで上がっていくのとかね、どの辺が利確場なのかとかね、どっから落ちていきやすいのかっていうことについては、この週末にですね、一昨日だったかな？はい。メンバーシップさん、ABC の方々に、見通し、私のね個人のね、まあ、この上げていくとしたら、まあ、この辺まででしょうっていう話をさせていただきましたんで、興味のある方はねメンバーシップのご登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで週明け一発目ですね、ナスダック100、ドル円、日経平均の短期的な買い場について解説させていただきました。こういった動画が好きな方はぜひねチャンネル登録と、あと応援のグッドボタンね、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。